はい、じゃあ桶谷さん、はい、しっかりと腰の下で内切り替えて体重乗せていく。上半身のね、あの内側に入る力とかを使わずにっていうことを意識しましょう。橋爪さん、橋爪さんはこっち OK です。こっちちょっとやっぱ離れちゃうかなって感じです。うん、右、左足か、左足外側のトライはすごいいいですね。右だけちょっと体から離れちゃう。うん、はい、長沼さん、おお、お、いいですね。ちょっとやっぱトライが今もう少しワンタイミング早くトライだったらもっといいかなと思いますね。お、OK、OK。吉坂さん、常に腰と板と同じ向きをちょっと向けてくるって意識ですよ。うん、いいですね。そう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 。そう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 。陸は腰の向き、板の向き合わせてあげて、このコロコロでもしっかりね、滑れるようにしなくちゃいけないぞ。体が離すね、前半。そう、体の下でエッジを切り替えていくっていうイメージで滑る。お、そう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 、オッケー。うん、はい、カイヤー、そう、体、腰の下、板と同じ向き向けてく。そう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 、はい、ユリナ、ユリナは骨盤の向きはね、しっかり板と合ってるから、大事なことは、板ね、体から入ったりとかして離しすぎない、腰入りすぎない内側に。はい、さっき、そう、腰の下にしっかり体重乗せていけ。そう、右足離すなよ、右足離すなよ。よし、右足ちょっと離れるな、まだ。右ターンで体を振り込む癖があるから、結構向こうに流れる。うっ、まあ、うっ、よし、よし、もっとだからその左足、ちょっとまっすぐやな、早くこう回しちゃうから、ちょっと傾きちゃうな。あ、こっちだな、右、いや左か、左はいいっすね。右内側入りすぎちゃうかな、向き。はい、石井さん、お、いいっすね。よし、鳥海両、そうや、そう、しっかり、そうそう、合わせて。あとはちょっと離しすぎだぞ、足、もっと腰の下で踏め。あんま割らないよ、取らないで、見つけ、はい、見つきは焦って抑えすぎないこと。そう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 、あ、全然さっきよりこっちの方がいいじゃん。そうだよ、うん、そう、しまだ、そうや、そう、焦るな、そう、焦るな、焦るな、板が帰ってくるの待ったぐらいよ。はい、二本松、はい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 、そう、ここ、よし、ここ、はい、水か、
そう、お、水かいいよ。そう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 。だいぶ出てきた。あ、ゆな。そう、そうや。そう。それで自分からしっかり体重乗せに行くってことね、意識しないとダメだぞ。じゃないとスキー板が動いてこないから、ターンがねうまくつながってこないからね。そうそうそう、はい、できる。そう、それ隆起、あらら、隆起は悲しすぎない。そう、しっかり体重乗せて、その反発しっかり次に使えるよな。はい、ほのか。よし、はい、まあ人前に話しはないな。そう、ほのかはだいぶエッチングの感じいいからな。もっと縦に縦に体重乗せてけ。よしよし、はい。そしたらね、先々週のね復習だからね。そう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 、うん、ちょっとシャドウある部分もあるからね。板と体がね、ピュッと同じ方向を向けていく。ピュッて向けていく。そう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 、よし、今度は外足荷重もしっかりやっていこう。体からファーって離れないように。はい、よしてる。そう、そう、うん、離すな。そう、よし、そう、それでいいんじゃん。それでよしよし、はい、向き OK か。そう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 、向き合わせろ。よし、向き合わせろ。はい、けいちゃん、はい、しっかり今日は板と同じ向きを向かせてあげて体重乗せる。はい、行こう行こう。体から離すぎなよ、下で。そうそうそう、良くなってきた、良くなってきた。腰の下に乗せてけ。ちょっと離れちゃうな、腰で無理やり行かないこと。はい、ゆかり。そう、よし。お、ゆかりちょっと良くなってきたじゃん。そう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 、はい。お、いいじゃん。そう、お、いいじゃん。はい、はい、やらせた。腰の向きはすごいですね。はい、受け谷さん、次橋爪行きます。お願いします。はい、橋爪さん、今の方が、滑り良かったかなと思います。で、特に右足外側の方ですね、腰ターン前半にギューって回って、少しローテーションさせてもいいんで、させながらしっかりエッジで捉えていく前半って意識でいきましょう。はい、ここ。次、長沼さん、急斜面の途中から行かれます。お願いします。はい、OK です。お、いいっすね、橋爪さん。そう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 。そう。出るときにはもうしっかり捉えてる状態を作って OK。 吉坂です、お願いします。はい、吉坂さんもターン前半切り替えた直後からギューンと雪面を、捉えていくっていう意識を、しっかり持っていきましょう。はい、うん、長沼さん、さっきよりはいいですね。はい、吉坂さん、そう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 、はい、まだね、まだ体からいっちゃうぞ。いいか、足元、もう少し早く傾くイメージでもいいぞ。はい、はい、陸はね、膝とかね、を使いすぎたりとか回しすぎたりしてしまうから、どっちかというと体の遠くで捉えるっていう風なイメージの方がいいかもしれないね。
はい、緩みよ。緩み、もう少しね、ちょっとスタンス狭くしようかな。緩みもちょっと外向きすぎちゃうかな。ちょっと向きすぎちゃうぞ。はい、カイヤ。そうそうそう、これぐらいこれぐらい。はい、ゆりな、ゆりなも腰入んないね、腰入んないように。だいぶね、その意識はね、いい感じになってるからね。後半煽りすぎないように注意して。はい、ゆりな、ゆりなは後半、煽りすぎない、下半身の動きでしっかり捉えていくことを意識するんだぞ。そう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 、これぐらいね、上半身リラックスしておけるとすごいいいね。さきです、お願いします。はい、さきよ。さきは今ぐらい腰下で切り替えてエッジングしていくイメージ。はい、さき。さあ、練習の成果発揮できるのか。そうそうそう、回しに行かないよ、回しに。そうちゃん、よし。はい、ちょっとね、見てみてね、この時に。そうちゃんね、もうちょっとちっちゃい姿勢になりたいね、ターンの最後で。うん、ゆうすけさん、ゆうすけさん、体の下でしっかりエッジ切り替える。お、うん、いいっすね。次リナ行きます、お願いします。オッケー。ゆうすけさん、今度ストップワッチかな。シーマだ。そうそう、しっかりと板が動いてるのを待ってあげて、体重を乗せてあげる。はい、みつき、いいぞ。みつきも一緒だぞ。斜面の下にギューってこう伸ばしていくような動きでエッチングしてあげるんだぞ。はい、めっちゃ上手くなってんやん、やば、怖っ。そう、鳥海です、お願いします。みつきもそれぐらい待ってあげる。よし、うん、はい、トリミー。トリミーはストックを置いて、膝に手を置いてやるやつ、前やったやつな、やろうか。体がスキーとスキーの間から離れないように意識して。はい、はい、トリミー。はい、二本松、いいぞ。二本松も一緒のやつやろうか、一緒のやつ。体重心ね、スキーとスキーとの間から離れないように注意して滑ろう。はい、二本松離すな、ほら。で、ちょっとね、腰ね、ちょっとくの字強いぞ。リュウキいきます。はい、リュウキ。リュウキもね、ターンの始めに少し腰回しながらターン入るぐらいのイメージでいいよ。ちょっと外向きすぎちゃうからね。はい、リュウキ。みずかです、お願いします。はい、みずか、いいよ。みずかもね、もう少し板と同じ向き、腰の向き合わせてあげて。ちょっと外向きすぎちゃうときあるからね、特にターンの始め。はい、うん、そうそう、それでいいぞ、それでいいぞ。はい、みずか、そう、みずか、同じ方向向けてけ。そうそうそう、それでいい、それでいい。はい、ゆな、ゆなもね、今ぐらいギュンギュンってしっかり動くこと、あとは骨盤の向きを板と同じ方向に合わせてあげること、この2点意識してね。はい、えんちゃう。はい、ゆうな。小春です、お願いします。小春、そしたら先週ストックを置いて、先週やったやつと同じやついこうかな、種目。そうそうそう、言うないぞ。わかりました。はい、小春、ふぃー、ギュン、ギュン、動きちっちゃい、
落ちてるです、お願いします。もう息落ちてるぞ、この時にギュンって力もっとかけろかけろ、はい、よしてる、いいぞ、はい、よしてる、ほらまだひねっちゃうな、もう少しなんだけどな。昴生です、お願いします。はい、昴生、昴生もな、あのスタンスだけ、スタンス広くして、スタンス、はい、昴生、ケータロです、お願いします。はい、ケイちゃん、今ぐらい浮かない意識でもっと下半身浮かせ、はい、昴生、足浮かせ、もっとたわませろ、はい、ケイちゃん上半身しっかり安定してきたら下半身浮かしていくよ、お願いします。はい、1個これだとしっかり乗れるんやな。ミュウです、お願いします。体の下にありながらエッジング、エッジングをしっかりしていくってことが大事だからな、しっかりエッジ立てていこうよ。はい、もうちょっと立てながら、もうちょっと寝か、はい、ほのかー、ゆかりです、お願いします。はい、ゆかり、いいぞ、動きはね悪くないよ、全然悪くないよ、もう少し縦にギューンって伸ばしながらエッチングしていくようなイメージで、はい、ゆかり、うん、柳瀬さんですかね。はい、柳瀬です。柳瀬さん、向きすごい良くなりましたよ、あの向きでいいと思います。あとは、エッジングですね、エッジング、体が、はい、柳瀬さん、そう、ちょっと内向きですね、左はいい、内向きすぎない、はい、じゃあもう一本ビデオ撮らずに、リリックストック入れ替える、バリエーショントレーニングです。体が内々に入らないようにね、切り替えで、そう、ちょっとかぶりすぎですね、かぶりすぎ、はい、1個、ストックを内々に入れ替えるエクササイズです。ちょっとバーン状況悪いからね、あれだけど、そう、一個は圧加える、あ、押してるです、お願いします。そう、そう、ストック入れ替える位置はすごいよ、押してる、さあ、ストックの入れ替え方どうや、自分で見てみて、はい、構成いいぞ、そう、どうや、ストック入れ替える位置は、よし、こっち OK、 こっちやな、こっち OK だね。高専の場合はやっぱ右腰が切り替えの時に上に上がっちゃうから、接面から離れちゃってエッチング弱いって感じかな。はい、ケイちゃんいいぞ、はい、ケイちゃん、そう、吉坂です、お願いします。
はい、吉坂さん。はい、吉坂さん。お、そう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 。ストック入れ替えていく位置はいいですね、方向とか。あとそこからも行ってみる。弓、そう。いいね。弓は腰入らない。腰入らない。あ、ゆりな、手入れ替える時の方向な、方向。はい。そう。はい、腰大丈夫か。よし、はい。はい、オッケー、谷さん。お願いします。ロケタイさん、左腰が上に上がってますね、ちょっとここね。オッケー。柳瀬父です。はいよ、オッケーだよ、了解です。うん、休んどいて。はい、柳瀬さん。そう。トイレ行きます。お、柳瀬さん良くなってきました。柳瀬さんの本領が発揮されてきました。小春に勝てる。よいしょ。はい、そうちゃん。うわ、リズムが速い。そうちゃん、もっとでかいターンだ、でかいターン。男はでっかくいかなあかんで。男は細かくいったらダメや。男はでっかくいけよ、そうちゃん。はい。お、うい。ゆなです、お願いします。うまい、うまいっす。いいね。そう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 。オッケー。ちょっと引きすぎないように腰。オッケー、いいな。そうそうそう、よしよし。鳥海です、お願いします。ちょっと体内側に入りやすいぞ、そこだけ注意して。もっとね、運動大きく、午前中みたいな感じだ。はい、鳥海、いいぞ。はーい、鳥海。あれ、おいおい、いい腰だよ。次リナ行きます、お願いします。ちょっとここで開きすぎちゃうぞ。開いたら触れない。歌とに整体させていくようなイメージで。はい、シーマだ。よし、これもさっきの振りと一緒、力を加えて切り返す。二本松です、お願いします。はい、二本松。お願いします。よし、足が遠くなるな、足遠くなるな。もっとしっかり乗せてけ、弱いぞ。はい、水かいいぞ。水かね、何ターンかいいターン合ってるよ。はい、水かオッケー。そう、次みつきです、お願いします。はい、みつき、いいぞ。みつきもしっかりと動いていくこと。はい、うん、ちょっと腰入っちゃう部分あるけどね。はい、みつき、みつき行きます。みつき、フリーと一緒の力かけるタイミングだぞ。あ、じゃ、龍騎さっきよかったな。そう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 。ちょっと開いちゃうけど、開いちゃうとこあるけど、まあまあまあ今まだ問題ないね。はい、ほのか。そう、
けな。そうそうそう。はい、ごめんなさい、もう一回、もう一回誰ですか、すいません。いいです、お願いします。はい、よし。あれあれ、逆ですね、またまた。あ、ゆか、ゆか、え、じゃあゆかじゃない、ゆかりだ。そう、手合わせろ。よし、こっちの方が全然いい。はい、平井さん。お、そう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 、そう、受け渡しとか軸の感じすごいですね。あと足首、股関節。あー、大丈夫か。はい、平井さん、次リクです、お願いします。平井さん、手腰っすよ、手腰。はい、リク、こう今これ押さえる押さえるなっとるやろ、ほらギャーってギャーって、これ円描いちゃってる、お前円描いてたらあかんねん、こうギャンギャンっていう勢いがないといかんねん、これもほら内定してまうぜ、そんなんじゃ。はい、1個も押さえすぎるときあるかな。そう、ギュンギュン、おいおい、ギュンギュン、押さえすぎや、タイミング早い、タイミング早い。はい、そうちゃん、そう、よっしゃよっしゃ、そう、ういういういいね、よし、ちょっと腰が浮いちゃうな。よしよし、手の方向は合っとるで、もっと元気よく滑らな、元気よく、元気いっぱい。よし、ゆうすけさん、そうそう、ポセです、お願いします。よしよし、オッケーです。一気にちょっとタイミング早いかな。はい、構成。そう。よし。よし。体逃げるな。よし。それです。お願いします。はい。はい、よし。キュン。キュン、そう、よしよしよし、ケイタロです、お願いします。はい、ケイちゃん、ケイちゃんも悪くないぞ、悪くないぞ。ただね、最初の 2,3 ターンしっかりいくこと、 2,3 ターンしっかりいけよ。よし、てる、いいぞ。はい、キュンキュン、よし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 、スキータに圧力かかってくるぞ。ゆかりです、お願いします。はい、ゆかり、ゆかりな、ゆかりもしっかり、あと2本な、あと2本。はい、ゆかり、ラスト2本いきます。お腹いきます。よし、お、エッジは立ってきたけど、もう少しポジション前の方がいいな。はい、ほのか、ほのかもな、ラスト2本、ラスト2本いいか、しっかりと、体がね、勢い使って滑ること、ギュン、そう、お、今よかった、ギュン、お、ギュン、お、よし、一回高いとこ持って、そう、よし、いや今上の方よかったけど、この辺エッジが弱い。そう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 、一回止まってからでいいよ。いいです、お願いします。はい、見える、
イルミ行きます、お願いします。はい、イルミ動きは悪くないけど外手の位置は外スキーのトップの方向、あの外スキーの真上だよ。ちょっと外にね、手が行っちゃうからね。はい、よし、そう、えぇ、オッケー。はい、イルミ、どんなタイミングやね、どんなタイミングやね。はい、吉高さん行きましょう。ラスト2本ですね、ラスト2本にします。勢いをしっかりつけてエッジングできるように。よし、イルミ良くなった。はい、はい、よっ、ほいほい、はい、吉高さん、あ、ちょっと内側に向きすぎちゃってますかね、これ。ゆりの行きます、お願いします。これちょっと違う、ドスコイスタイルみたいな感じになっちゃう。あ、ゆりな、あ、ゆりな、あー、はい、これソードが乗っちゃってるんちゃう。はい、桶谷さん、いいですよ。ちょっと言うな、これ外側に乗りすぎちゃってる。桶谷さん、手逆です、手逆、外手前が良かったっす。小春です、お願いします。はい、小春、いいじゃん。もっともっとね、あの強弱つけようね。ラスト2本、わかりました。小春、よし、今よかった。ういういいいね、めっちゃいいじゃん。そう、柳瀬父です。よし、オッケー、よし、いいね、うい、よい、いいね、よし、よし。はい、柳瀬さん行きましょう。今の感じですね、膝だけじゃなくて下半身でっていう。はい、柳瀬さん、ラスト2本目のやつです。ラスト2本の1本かな。ゆうなです、お願いします。はい、ゆうな、しっかり動いてけよ、ラスト2本。はい、ゆうな、おお、いいじゃん、ゆうな、朝一と全然ちゃうんじゃない。そういう意味です、お願いします。そう、もっと外側の位置立てたいな。で、説明を削るようなイメージで。はい、トリミー、いいぞ。トリミー、よし、次に行きます、お願いします。もう少し高い姿勢に戻った方がいいかな、もう少し高い姿勢。はい、シーマダ、いいぞ。ラスト2本、よし、はい、お、この辺いいぞ、この辺いいぞ。はい、シーマダ、お願いします。はい、2本松、いいぞ。2本松、今良かったぞ、あのイメージでいいよ、あのイメージで。2本松、なんや、おい、無駄や、もったいな。龍気いきます。はい、龍気も勢いしっかり使えよ、ギュンギュンっていう強弱、強弱ギュン、そう、よし、はい、よし、よし、なんやねん、このゴリラスタイルみたいな。落ちて腰や。はい、リュウキ、お願いします。はい、ミツカ、いいぞ。ラスト2本な、ラスト2本、もう少し、ターンな、しっかり長い、長いターンのイメージで、エッジ立てるのはいいけど長いターンのイメージでいこう。はい、ミツカ、次ミツキです、お願いします。はい、ミツキ、いいターンあったぞ、いいターンあったぞ、そういう感じだぞ、勢い使って。はい、ギュン、そう、ギュン、ちょっとターンちっちゃい、ちっちゃいというか板横に向けちゃダメだ。ミツキです、お願いします。縦に、いい、途中からなっちゃった。もうミツキだいぶいいんちゃん、カービングターンしてきてるじゃん。そう、そうや。はい、
じゃあリクラスト1本なあ、今のはギュンギュンって勢い使って、はい、1個、うわ、すんごいこき方した、はい、1個、よし、伸び上がんな、伸び上がんな、そりゃ行きます、よし、そうちゃんラスト1本、そうちゃん、まっすぐ来るね、いいね、よし、よし、エッジ立てろ、エッジ立てろ、最後乗せろよ、ギョーンつって、ゆうすけ行きます、はい、ゆうすけさんラスト、よし、よし、いいっすね、オッケー、よし、よし、そう、お願いします、よし、オッケー、前に突っ込みすぎないように、オッケー、はい、昴生ラストだ、ラストストック持って、はい、昴生、よし、ラスト、さあ今のギュンってな、体重乗せるとこしっかり意識して、よし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 です、お願いします、はい、よしもな、ラスト1本な、ストック持ってしっかりと、勢いつけていけるようにな、はい、よしてる、ラスト、そう、よし、よし、よし、おい、板の動き良くなった、板の動き良くなったやん、そう、ペドルです、お願いします、はい、ケイちゃん、ケイちゃんもラストだ、さっき良かったぞ、あの動きのままストック持ってもな、よし、オッケー、はい、いいじゃん、ケイだろ、ラスト、よし、そう、ギュン、ギュン、ギュン、ゆかりです、お願いします、体内側に行くな、体内側に行くな、あ、ゆかり、ちょっとタイミング合ってないかな、しっかり合わせて、ラスト1本、ケイちゃんもよくなったよ、はい、よし、ゆかり、ラスト、よし、お、ゆかりもしっかり体の下に板置けるようになってきたよ、悪ないで、ええです、お願いします、よし、ちょっとポジションしようと、もう少ししっかり高く切ろう、よし、ミュー、ラスト1本や、ラスト1本、頑張れよ、はい、ミュー、ラスト1、おっ、お腹いきます、カービングターンに近くなってきたんちゃう、よし、ミューは明日の課題としてはもう少し外足の方を少し曲げて体の近くに置くことを意識しよう、はい、ほのか、いいよ、ラスト1本な、ラスト1本、はい、ほのか、よーし、ほのかしっかりギューン、さっきやったトレーニングと同じようにな、よし、よし、ギューン、もう少し体の下で位置立てたいぞ、ちょっと弱いぞ、はい、入れみよ、はい、ほのか、明日の課題はしっかり体の下で位置立てる、ゆるみ、ラスト、お、強く踏めるなってきたんじゃん、吉坂です、お願いします、いいんじゃん、はい、いいですよ、ラストです、ちょっと横横だけの動きにならないようにだけ注意したいな、でもまあ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 、まあ、ラストです、まあ、今日通しての吉坂さんの課題としては、だいぶ板の動き、体の動き良くなっての、スキー板に乗れてきたと思います。あともう少し上半身安定させることができるといいと思います。はい、桶谷さん、ラストです。桶谷さんは外骨盤上がらないように意識しましょう。それです、お願いします。片方ね、上がっちゃうんで、こっち OK だね。こっちっすね、切り替えの時にちょっと上がっちゃう、こっちオッケーっす、ダイレクトにスキー乗れてます、こっちっすね、はい、ほのかじゃなかった、小春、小春ラストな、ラスト、ラスト、よし、小春、よし、いいね、いい滑りしてるよ、柳瀬父です、はい、あぶね、はい、しっかりとね、ギュンギュンってエッジ立てて、説明に力加える、
まだちょっと弱いな。危なかった今。はい、柳瀬さん、ラストです。柳瀬さんは動きはいいんですけど、ちょっとローテーションしすぎちゃうところがもったいないかなと思います。板を追い越さないように、特に右足。お願いします。左はちょうどいいぐらいです。板の端が全然違いますね、左右で。はーい、言うな。お願いします。ユナいいじゃん。板に対しての方向はねすごい合ってきてるよ。そう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 。そう自分から動いて解放していく。はい、トリミーよ。あ、ユナの足の課題としては、今度なエッジを少しずつ少しずつ立てていこうな。ラスト1本。次リナ行きます。お願いします。お、エッジングちょっと強くなったじゃん。そう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 、いいよ。うん、いいじゃん。とりあえずストックつけるといいかな。もう少しちゃんと。はい、いいぞ、ラスト1本。はい、おお、マジで上手くなったんじゃん。本松です、お願いします。シーマだ。はい、日本松いいぞ。ラストな、ラスト。あのターンコな、ターンコさっきのバリエーショントレーニングと同じぐらいで来なくちゃいけないぞ。はい、二本松出ていきます。うん、はい、リュウキラスト1本、ラスト1本です。リュウキも、エッジングな、長くなりすぎないように注意して。はい、お、いいじゃんいいじゃん。はい、リュウキラスト、よし、そうよし、自分でコントロールしていけ。よし、お願いします。はい、ユリナラスト1本、ラスト1本な。はい、ユリナラスト。水川です、お願いします。はい、水川いいぞ、ラストな、ラスト。よし、オッケー。はい、うん、いいね、ラストです、お願いします。はい、美月さっきのバリエーショントレーニング良かったよ、良かったよ。あのイメージな、ちょっと板横にしちゃ、もったいない、もったいないな。ちょっとした感覚の違いだけなんだけどな。予選を出します。三月、あぶね、おお。あ、やばい、ネガティブモードに入った。ネガティブ三月です。もうやる気ありません。あ、ほらほら、もうあぶね。ネガティブ三月です。